キックオフ宮崎。ここからはキックオフ宮崎の時間です。この番組は宮崎のサッカーを盛り上げる地域密着型のサッカー番組となっています。今週も元テゲバジャーロ宮崎の西岡大志さんと一緒にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは先週土曜日9月7日にアウェーで行われた SC 相模原戦、見事3連勝を収めました。嬉しいですね。嬉しい。相手となった SC 相模原、今シーズンどんなチームでしょうか。しっかり後ろからディフェンスからしっかりボールをつないで、ボールをしっかり前進してくるチームで、攻撃的なスタイルですね。はい、攻撃的なチームにどう戦っていったのか、はい、アウェーでの戦いをハイライトでご覧ください。ホームで今シーズン初の連勝を飾り、勢いに乗るテゲバジャーロ宮崎。相手はリーグ9位の SC 相模原です。前半13分、テゲバジャーロは井上が左サイドからドリブルで突破。クロスを上げますが、ここはタイミングが合わずシュートまでいけません。前半28分には安田がドリブルで持ち込み、最後は竹。しかしここはオフサイド、得点とはなりません。サイドが変わった後半15分、テゲバジャーロはあのが中盤からドリブルで駆け上がり、ゴール前で橋本につなぎます。ナイス、素晴らしい。橋本の今シーズン10得点目のゴールでテゲバジャーロが先制します。この後相模原の猛攻に遭いますが、ディフェンダーを中心に全員で守り、ゴールを許しません。試合はこのままテゲバジャーロ宮崎が1対0で勝利、3連勝を飾りました。いやー、嬉しい。できるじゃないですか。ねえ、本当に。ねえ、流れが来ているかなというふうに感じますよね。では、西岡さんが選ぶ良かったシーンどこでしょうか。今回はこちら。選択を間違えない男、あの真宙選手が大したもんだ。おお、いやでも選択を間違えないっていうのはどういうことなんですか、はい、選択、まあ、いろんな選択肢があった中で、はいはい、パスだったりシュートだったりやった中で、一番正しい選手にパスを届けてシュートを決めたシーンなんですけど、後半15分のプレーですね。では素晴らしいです。詳しく見ていきましょう。得点シーン後半15分です。ここですね、はい、まずいい守備からいい攻撃につなげた、今年のテゲバジャーロのいい攻撃から、いい守備からいい攻撃ですね、つなげたシーンなんですけど、ここからあの選手と橋本選手が2対1を作ってパスをしてシュートを決める、うん、本当に一番苦しい時間帯でしっかり点数を決め切ったっていうのも素晴らしいですね。うん、後半15分っていうのはやっぱきつい時間、一番きつい時間だと思います。でハーフラインからボールを奪って55メートルぐらい走っての得点なので、本当に冷静に決めきったなっていうふうに思います。あの選手はこのいろんな選択があったんですよね、はい、左には竹選手とあと井上選手かながいた中で、橋本選手をパスしたんですけど、これは何でかって言ったら、左側には2対2の状況なんですけど、右側は橋本選手とあの選手と55番の選手で2対1なんですね、うんうん、ここで正しい選択をしてシュートもできるんですけど、パスを選んで決めたシーンですね。でここでポイントが左足の、今出てますけどボールを利き足前に置いてフェイント、はい、これはどういうことですか。あの選手は左利きなので、まず左足にちょっとずらすんですね。で相手は55番の選手は打たれるかもしれないと思ってシュートブロックをしようと、今ちょっと左足の方にボールを寄せた瞬間に相手のディフェンダーがちょっとずれたことでパスをして橋本選手に時間を与えたプレーです、はい、やっぱディフェンダーの選手は相手の利き足っていうのは把握してるんですか、はい、もう事前にもう頭には情報は
入れて試合をしてますね。あ、じゃあ打たれるかもって55番の選手は思ったということなんですね。で、あの状況でこの選択がベストだったということなんですけど、はい、ベストだったのはこの状況的な、ね、状況もそうですし、ちょっとずれるとこのパスっていうのはシュートできない可能性もあった中で、しっかりここでしかないパスをしたなっていう、正しい選択をしたなっていうふうに自分は思います。でも結構この相模原戦って相手に攻められてた印象があったんですけど、はい、なんかシュートもあまり打ててなかったような気がするんですよね。いや本当にシュートはもうデータもあると思うんですけど、はい、ちょっと見ていきましょうか、はい、データ実は1対0でテケバジャーロ勝利したんですが、シュート数としては相模原11本、はい、テケバジャーロはたった1本、そうなんですね、あまりどころか、ね、1本入ってないところで1本、じゃあ得点のチャンスがあるコーナーキック相手13本あったのに対してテケバジャーロ0、はい、なかったんですよね。このチャンスをしっかりとものにしたっていうテケバジャーロ、はい、これどんな風にご覧になりますか。もちろん本当に苦しい展開の中で勝ち切ったっていうことは、うん、これからの試合にも必ず生きてくる戦い方だったなというふうに思いますし、うん、まずシュート1本で勝てるっていうところも選手にとっては自信につながったと思います、ね、守りも素晴らしかったっていうことですよね。そうですね、はい、11本打たれてますけどね、それでもゼロに抑えたのは素晴らしいなと思います、はい、では順位表を見てみましょう。第27節を終えてテケバジャーロ宮崎19位となっています、うん、次のリーグ戦は9月15日日曜日、ホームで FC 琉球と対戦。先着500名にマッチデースポンサーのヨネックスからアクリルキーホルダーのプレゼントがあります。またこの日はホームタウンデーとして新富町の方を無料ご招待。詳しくはホームページをチェックしてください。さらにテケバジャーロ宮崎は9月16日月曜日、敬老の日にもっと多くの人にチームのことを知ってもらおうとファミリー文化祭を開催します。誰でも選手と交流できるイベントなど様々な企画が用意されていますので、ぜひ宮古シティに足をお運びください。さあそしてここからは宮崎のサッカー情報をお伝えするキックオフトピックのコーナーです。レイナちゃんお願いします。はい、都城北諸地区をリードし、あの注目選手も育てたチームに潜入してきました。今回お邪魔したのは三股町を拠点に活動するリーガス三股 FC、 プレミアリーグの古豪サウサンプトンに入団が決まった日照学園の高岡蓮斗選手の出身チームです。現在弟の凌介選手も在籍しています。大切にしている基本、ボールを止める、蹴る、運ぶっていうところは大事にしながら、その年々で選手のいいところをミックスさせてチーム作りはしてます。今年のチームの強みをキャプテンの原田通り選手に聞いてみました。全員がいろんなポジションをできるところだと思います。原田キャプテンもキーパー以外はできるということで、誰が欠けても揺るがないチームの強さをみんなで鍛えています。ディフェンダーを中心に活躍する岩崎すみれ選手も頼もしい主戦力の一人。性別の違いを感じさせないパワフルなプレーでチームを支えます。中でも特に岩崎選手が自信を持っているのはフィジカルです。ここは絶対誰にも負けません。はい、もう吹き飛ばします。すごい。相手選手とコンタクト当たり合った時に相手より先に倒れることはないので、なんなら相手倒して見下ろすぐらいな気持ちであの子はやってくれます、はい、そんな岩崎選手の将来の夢は、なでしこに入れてなるべく0点で抑えて優勝することです。とここでキックオフチャレンジ、5人ノーバウンドでパスをつなぎ、最後にコーチがシュートを決めればスポーツドリンク1ケースをプレゼント。ゴールまでの距離は20メートル。今回はなんと全員100回以上リフティングができるというこちらのメンバー、皆さん成功すると思いますか。でしょう、見せてくれるでしょう。コーチお願いします。果たしてチャレンジ成功なるか。頑張れ、さあチャレンジスタート。頑張れ、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 おいしい。いや、俺は完全に決まったと思いました。
だいぶ軽くなりましたけどね。いや今の決まりはかっこよかったよ。皆さんナイストライでした。お子供たちは頑張ったんで、もう僕も頑張ります。いらっしゃいませ。いやー、惜しかったですね。惜しかった。心地いい。でも大人があんな砂まみれになることあんまり見たことないから、コーチも一生懸命はやってくれましたよね。決まればかっこいいボレーシュートでしたけど ね惜しかった、ね、ほんとちょっとでしたね、うん、西岡さん、はい、こちらのチームどんなところ期待していきたいですか。まず岩崎選手の、うん、まず負けん気の強さっていうか、吹き飛ばすって言ってましたよね。いや、ああいうハートってやっぱ大事でしょ。いやもうあれがベースですね。あれがないとやっぱサッカーはできないので、素晴らしいものを持ってると思います、ね、この表情からもサッカーへの溢れる思いが伝わってきますよね。高岡選手の出身チームということ で、ね、これからさらに活躍が期待できそうですね、はい、さあテゲバジャーロ宮崎は今週末9月15日日曜日、テゲバジャーロ宮崎対 FC 琉球、西岡さん、はい、この対戦どんなところ注目でしょうか。相手もやっぱ攻撃的なスタイルなので、まずこれに勝って4連勝を、ぜひやってもらいたいなと思います。いちご宮崎新富サッカー場で午後7時からキックオフとなります。さあ今週のキックオフ宮崎ここまでです。テゲバジャーロの4連勝に期待しましょう。また来週です。4連勝へ流れは来てるぞ。